最終組が16番パー3にやってきました。横峯選手は6番アイアン持ってますね。風は左からの真横の風です。はい、まあ、フラッグはね本当にこう揺れてるんですけど、ティーグラウンドとちょっと風の感じ方が違いますからね。ショートホールってオナーの選手がいいのか、一人目打って誰かのこう様子を見てから打つのか。これまでは本当に